ちょっと土日ね、あげれなくて、ちょっと倉敷行ってましてね、で、4回目かな、3回目か4回目で、また大原美術館ね、ちょっと見に行って、好きな絵も何個かあってね、で毎回思うんですけど、大原美術館ってあれ、民間なんですよね、なんか、クラボーかの会社の社長が、えらい大金持ちになった時に、美術品買おうって、美術館がいいのないから作ろうっていうね、一民間会社がね、で、しかも、若い才能のある、芸術家にお前ちょっと絵買うてこいって言ってね、ヨーロッパとか行かして、その人もすごい有名な絵描きになるんですけど、今名前出てこへん、こういうの名前さっと言った方がいいけどね でそれがね、何十年も経った今、大原美術館って残って人気で観光客を呼んで、で美観地区っていうね、昔ながらの町並みと相まって、倉敷がなんかアートの町ってなってね、すごいよね。で、まあ、僕いつも泊まる倉敷国際ホテルは、ロビーに棟方志功のね、版画がドーンとあっても、それ見るだけでね、幸せな気持ちになるんですけど、お金ってさ、儲けるより使う方がはるかに難しいじゃないですかと思うんですよ。僕は儲けるも難しいけど、ただどう儲けるかばっかり言うやん、今テレビで、なんかね、豪邸拝見とかでも。でもどう使うかよね、世の中、世のため、人のためには。まあ、宇宙行って金食わる人もおりゃ ね、女にどんどんつぎ込む人もおりゃ。でもやっぱ世のため、人のためって言ったらね、その大原美術館とかすごいなと思って、だからお金ってね、面白いけどすごいなと思って、だから僕も儲かったらどう使うか考えますよ。ただ儲かってないしね、まあ、だから毎日考えよう、3000円どう使うとかね そんな方に思いまして、まあ、芸術作品とかもあるんやろうけどね。だからその大原美術館大好きなので、好きな絵も何個かあるので、それを見るたびに、絵を見て感動と、これがそこにあることによる感動をね、すごく思って、幸せな時間でございました。皆さんもぜひ行ったことなければ行ってみてください。今君が笑い出す雨に煙るこの街で、ビルの谷間空白ばかり、車だけ煙、君を消し去りそうさ、ちっぽけな夢がくすぶり、僕たちの合間だけそう、殺風景な都会の中で、夢は何一つ作れず、だけど君のために傷ついても、たとえ血を流したとしても、僕がこの世からいなくなっても、僕のこの想いはずっとこの世の中にとどまるはずさ。例えばおとぎ話になって、ずっとずっと ずっとずっと そして二人歩き出す、モノクロの人波をかき分けて、街路樹だけが少し色をつけて生きている。人のからくりに火がつき、僕らなんて飛ばされる、誰もが僕らのことなど気にも留めはしないんだろう。君のために戦う。
とずっと ずっとずっと